はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第31弾やっていきます。今回はこの10個の単語やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番はですね、日本語のボディです。ボディ、だから意味は、まあ、ピンときやすいね、体です。ただ発音がバなんです。これバリとなります。ボディじゃなくてバディね。で、次がウィークエンドです。ウィークエンド、で、これが週末です。で、これウィークって、これ週なのね。で、エンドが終わりなので、まあ週の終わりって考えると分かりやすいです。週末で、ウィークエンドに関してはこれでちょっと調べてる中で、あ、そうなんだって思ったんですけど、自分もうこれの使い方のイメージが多いんですね。よくこれで使うよなと。 On the weekend で使うイメージが強いんですけど、これ調べていくと、まあ in で使うことも多いと。で、 at で使う時もあるそうです。ちょっとその使い分けがね、調べきれなかったんで申し訳ないんですけど、まあ on the weekend とか in the weekend、 ここがやっぱり多いということなので、まあ、まあ、今並び替えシリーズもねやってますけど、まあ、セットとかで使うこともできるので、まあ、これちょっと頭の片隅に置いといてください。で、次がストロングです。ストロング、で、ストロングはこれで強いという意味になります。ストロングで強いです。で、次4号はね、まあ、セットで並べました。まず4がハードです。ハード、まあ、日本語でね、例えば練習がハードとかいう言い方もしますけど、これね、意味がすごいたくさんあって、一つね、キーワードとして、まあ、熱心っていうキーワードを持っとくといいです。熱心なとか熱心にとか、だからまあ一生懸命にとかでも使うんですけど、あとは辛いとか硬いとか他にもあります。もう興味があったら調べてみてください。ハードで、まあ、熱心なとか一生懸命になんていう意味で覚えておくと、まあ、使いやすいかなと思います。で、今までそのきっかけ英単語やってきてね、 ly がくっついたり取ると、まあ似た意味になりますよっていうのをたくさんやってきたんですよ。で、これも次ハードリーといって、ハードに ly がくっついてるのね。だから、あ、じゃあハードの似た意味なんだろうなみたいな感じがするんですけど、ハードリー全く違うのね、ハードと。だから今回並べて取り上げたんですけど、ハードリーはほとんどほにゃららないとね、全く違うでしょ。この意味で使いますので、まあ、ぜひね、セットで覚えてみてください。で、次、6番です。で、6番はですね、発音、ちょっと後ほどやります。ちょっとね、忘れるわけがあるんですけど、で、意味を2つ書きます。1つ目。閉じるです。で、一応この書いておこうかな。動詞。だと閉じるって意味になります。で、もう1個が、形容詞だと近いって意味になる。で、なんでさっき発音を言わなかったかっていうと、実はこの単語ちょっと特殊で、動詞の時と形容詞の時で読み方変わるんです。ほんのちょっとの変わりなんですけど、最後が違います。閉じる、クローズです。クローズ、まあ、とドアを閉じるとか、クローズドアとかね。で、近い、形容詞の時はクローズになります。最後す、ずとすの違いです。クローズとクロース、いいかな。まあ意味と読み方ね、セットで覚えてみてください。で、まあクロースで使うときは、be close to ほにゃらら、これでほにゃららに近いという意味になります。これよく使うんでね、ぜひ覚えておいてくださいごめんね。で、7番がビルディングです。ビルディング、で、これ意味が建物です。で、これはですね、このビルディングの中のこの D までの部分、これビルドといって、動詞で建てるです。建物とかを建てるって意味を覚えておくと、まあ建てると建物なんで、まあちょっとね、無理やりかもしれないですけど、まあ近いということもできるので、まあ覚えやすいかなと思います。で、8番がミステイクです。ミステイク、
で、ミステイクは、今回名詞の方で意味書いちゃうんですけど、間違いです。間違い。で、動詞でほにゃららを間違うって意味もありますので、まあ似てるんでね、そんな無理は、大変ではないと思うんで、よかったら覚えててほしいんですけど、ひとまずミステイク、間違い。もしくは動詞だったら間違うです。という意味になります。で、9番が useful ですね。useful。で、useful は、役に立つです。役に立つ。ね、useful で役に立つとなります。で、最後は日本語で言うとすごく簡単です。これ、ボランティアなんです。だから意味もボランティア。先書いちゃおうか。ただし、読み方とアクセントがすごく大事で、まず読み方の方が、ボじゃなくてバです。バから始まる。で、発音が、バランティアって言います。バランティア。何が大事か、アクセントが最後に来ます。ここ。バランティーね。ここがアクセントに来るので、まあ、アクセント問題で結構目にすることが多い問題なので、まあ、ぜひ覚えておいてください。よし、では今回ね、この10個やらせていただきました。ちょっと待ってね、ここか。そう、これ最初に言おうと思ったんですけど、今自分関東に住んでるんですが、外がね、今台風が直撃してまして、もしかしたら、あまりひどかったらね、カットしてるんだと思うんだけど、雨音がひどくてですね、ちょっと、まあ、ちょっとくらいだったらいいかなっていう風でアップしてるかもしれないんで、雨音がもし気になるようだったら申し訳ないです。あんまりね、雨がひどい時には撮らないようにはしてるんですけど、よいしょ。ちょっと数日間ね、なんか天気が悪そうなんで、もしかしたら雨音が入るのが続いちゃうかもしれないんですけど、まあ、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。